Hello there, 始まりました。マテチャンネルです。今回はですね、2020年慶応大学理工学部の英語に関して、話してみたいかなと思いますね。去年ね、ちょこっと難しくなったなと思ったんですが、今年また難しくなりましたね。ちょっとまた出題形式も変わってきたんで、厄介だったんじゃないかなって思いますね。で、前の動画はね、早稲田大学文化構想学部に合格する人の目線でね、難易度を言ってきたんですが、今回は慶応義塾大学理工学部目線ですので、下がります。レベルが、だいぶ。全然違うレベルのものになりますね。なんで、優しめって言ったら、おいおい、全然優しくないわって言われちゃいましたけれど、早稲田に受かる人たちレベルなんで、慶応の理工に受かる人たちの英語力っていうのは、早稲田の文化構想で求められるものよりもだいぶ下がるので、その人たちの目線からするとだいぶ難しいです。で、まず見てみましょうか。最初がね、段落制序がいきなり出てきたんですよ。これはやっぱり度肝抜かれたんじゃないかなと思いますね。めんどくさいよ、これ。長文、段落、バラバラで。で、内容1とかも出てくるわけですから、非常にめんどくさいと思いますが、段落制序自体は、慶応を受ける人にとっては難しいですけど、自分からしたら当然めちゃくちゃ簡単です。この段落制序っていうのはめちゃめちゃレベルが低い。なぜなら、B が頭にある選択肢が1個しかないからです。こんなの一発で決まります。で、そんな、なんでそんなこと言えるんですかってね、人の名前です。それでおしまい。人の名前が初登場。自分自身はパッと見て、人の名前がちゃんとフルネームで登場してるってところがもう B なんですよ。だから B の頭見た時点で、あ、こいつだろうなと思ってもう読んでるんですよ、僕はね。A 見た時に their work って書いてあって、誰だよってなるわけですよ。で、B に長ったらしい名前の人がいますよね。で、それが C になると、ウェブスターって言って短くなってるでしょ。で、D 見て、Two Churchmen とか、また前にその人たちが出てこなきゃいけないっていうのが分かるから、もう一瞬で B だって判断したんで、そうするともう B って、ね、なるのが2しかないんで、で自分自身はこれ B、D、A、C の順に読んでます。全く悩まなかった。で、言い換え表現ですね。まあ、むずいのと簡単なのが混ざってるって感じですね。だから、ボルダウン2って出てくるね。1はまあ出てくることは出てくるんだけど、まあ言い換え部含めて、慶応理工の受ける人たちからすると難しいです。2とかフューターなんかも絶対知らなきゃダメだし、っていうのがクアリファイドなんですね。出てくることは出てくるけど、慶応理工だったらめっちゃ難しいわけですよ。っていうふうに分かれます。1、3がむずくて、2、4、5は基礎ですね。で、空欄補充も基礎。まあ、知識と文脈両方あるけど、どれも簡単。めちゃくちゃ基礎問題ですね。ただ、まあ、慶応の理工を受ける人にとっては、ちょっと、レベルが高いのも入ってます。で、アクセントですね。まあ、これも、基本だけど、2が難しい。色はにの2が難しいでしょうね。ここ間違えた人が結構いると思います。この並べ替えは、もうこれも分かれると思います。できる人にとってはすごく簡単だし、できない人にとってはいくらやっても解けないですね。ポイントは、なんとかに関してのオンですね。それを知ってりゃすぐ、解ける。かな。あと、アットウィッチのウィッチが何を指すかっていうのが分かればすぐに答えるんですね。で、内容1はめんどくさい。慶応って文系学部こういう問題出ないんで。早稲田はね、出るんですよ。そう、だから早稲田の方がむずいんですからね。こういう内容1問題が出る。はい、続いて第2問に行きますね。まず最初の単語のレベルは高い。バフォード、パプレックスの言い換えとかやっぱ出るんですけど、総計では。ただね、慶応理工を受ける人にとっては難しいでしょ。イディオムとかもそうですね。その後出てくるやつもだいぶ難しい。丸4になった Odds with なんていつも教えるんだけど、そのね、いいか、incongruent なんかね、incongruent with なんか知らんから、普通の受験生ですね。で、知らないものはパッパッパッと飛ばすっていうのが、ポイントかなと思いますね。で、四角2が文脈で出すやつですが、いつもより難しめですね。ちょっとレベルが高かったんじゃないかな。まあ、あは取れてると思うけど、いうが結構やばかったんじゃないかなと思うんですね。で、四角さんが、理工でよく出るパターンなんですけど、これは先にこっちを読んでおくと、いろんなことが分かってよかったりもします。まあ、答えが入ってることもありますね。今回もね、答え入ってますからね。前の問題の。で、ここは文法語法でだいぶ切れるので、そもそも。文法語法を使って、選択肢を絞ってから、で本文読むっていうのでもありです、点で、なんでこっちから読むっていうのも一つの手だと思ってください。で、会話問題、ふざけた、出たよ、また日吉さんと矢上、ね、日吉さん、矢上さんが出てきましたね、このね、いつもね、矢上、日吉、三田なんだよ。ね、
はい、今回の会話ね、もう女の気持ちをわからない男の話ですね。くだらね。はい、気をつけなきゃいけないのは、まず1個目に NOT 問題ですね。これにならないのはっていうやつですから、ここで引っかかった人がまず出るでしょうね。あとのイディオムはまあまあ3番とかはめちゃめちゃ効きそうで、あとは文脈で出ますね。2,4,5 は文脈で出て、で2はきちんと分かってれば簡単なんだけど、やっぱ形容理を受ける人には難しいんじゃない、この題名ね。内容1もものすごく優しい、はい、ものすごく優しいんですが、できました。どうなんだろう。はい。ケオリコーレブ。問い4の1ね。あ、フィーリングスね。これはまあ、知らないんじゃない?で、知ってて、知らないんじゃない?これと、自分自身は、多分いっぱい見てるから、ドラマとかで聞く表現なんで簡単ですけど、知らないと思う。だここ、フレンズとかにしちゃう人が多いんじゃないかなと思った。ね、次は意味はね、推測しやすいんだけど、まあ、ほとんどの人ができてないと思いますね。これめちゃむずいと思う。で、次、4の、これ和訳から選ぶやつですね。いつもすごい簡単で、だいたいできなくて1、2問なんですよ、ここね。それが今年は多分、ボロボロだった人が多かったと思います。だから難かですね、やっぱり。最初の C のチャレンジとかも、これも絶対出せないでしょ。次のデザイアードも出せないですね。あとは7番のエンハンストとか、これは無理です。めちゃむずい。で、リニューアブルエナジーは知ってる人は来ただろうけどね、浮かばなかった人もいるだろうから。だからこれ今回は、今の出たって 1,2,3,4 半分難かったから、今回半分取れりゃ御の字って感じなんで、だから平均はだいぶ下がると予想します、ね。はい、なんで、KO の履行は軟化したっていう感じだと思いますね。こういった形ですね、やってきますんで、はい、リクエストをどんどんください。チャンネル登録もお願いしますね。やるから待っててね。はい。今から解くから。